難入しましたね。はい、対局難波に入りました。ドラスーソーです。ん4統一シートイも見ながらになりそうですね。はい、ここはドラドラペンちゃん完成。ペンちゃん、これは柴田さん相当チャンスですね。うん、そして鈴木達也リャンスをあんこにした。いやー今回は面白そうだな。これ渡辺が一番見劣りしますか。そうですね、達也さんも初統一でね形いいですもんね。これさ、達也さんの手は初仕掛けますか。点数状況を考えて仕掛けないですかね。小林さんが打ってても、はい、あ泣けば2000点上がれると思うんですけど、はい、2000点ではこの何一局の1万2500持ちのラス目ではね、うん、そんなにプラスにならないと思うので。なるほど、もうこの手は満貫のチャンスと見た方がいいですよね。うんうんうん、小林さんでも泣かないっていうのはつまりやっぱ点数が欲しい時は。そうですね、うん、点数が欲しくてなおかつ泣かなくても間に合いそうですよね。うんうんうん、でこの手だったら2枚とも泣かないで単ヤオに行ってもいいですからね。お、なるほど、初2枚目もする。あの役配統一だと泣かなきゃいけないと思ってる人多い、結構いますけども、うんうんうん、そんなことはなくて、まあ、これがペーペーだと思ってもらえれば、うん、なるほど2枚出ちゃっても泣かなくて進めるしかないじゃないですか。うんうんうん、だからこれは1枚目も2枚目も泣かないか。あ、なんこれは最高だ。もう考えるまでもなかったですね。そうですね、はい、いやちょっとスピードが1発ドラ1で6400の手ですね。うわ一発キャッチだ。これはいいピンぐらいならもう分かんないから押してもおかしくない。ドラドラですよ。ドラドラいいシャンテン。完全敗は。ああ現物のパーピンがあった。ただこの後はどうでしょう。いや厳しいと思いますよ。次現物ないですからね。筋しかないのね。もうメンツを壊して筋のマンズを切るしかないですかね。ああなるほど。いや一発目よく回避したな。先ほどのペイも止めましたしね。うん確かに。いやいいピンぐらい押すかマンズを壊すか。マンズをしっかり壊してきた。この我慢は見事です ね、 そうですね。ドラドラじゃなかったらまあ分かるんですけどね、はい、ドラドラのイーシャンテンで現物も全然なかったんで。さらにこの後粘りを発揮できるか、うん、柴田完全に二面つ壊してもう打たない構えになりましたが、はい、苦しい手配ではありますね。まあ安牌が増えていけばまた話は別なんでしょうけども。ただこのイースーピンが通りそうな根拠がないのでね、イースーピンがすぐに選ばれることはないと思います。なるほど、うん、おー関門できた。これは楽しみだ。積もったリンシャン積もりました。鈴木裏ドラも楽しみ。3ピン乗りました。3600ですね、これは嬉しいな。いやここは起死回生のツモになったか。鈴木達也インシャンで積もって裏1で跳ねまん大きいですね。ラス目から、ねもうこれでもう全員結構近づきましたね。うん